5日分の和風カオマンガイ弁当、長ネギ。こっちは後で使います。みじん切りにしていきます。鶏胸肉2枚。フォークでおりゃー。日頃のストレスをおりゃー。裏も。いつも皮は取るんだけど、皮があった方が出汁が出るから、今回は皮は取りません。料理酒をかけておきます。といだ白米2合、白だし、鶏ガラスープの素、生姜、水を2合目盛りの気持ち下まで入れて、こんぐらい、まぜまぜ、さっきのネギの青い部分を入れてと、胸肉が重ならないように入れてって、重なっちゃうかこれ、思った。通常通り白米で普通炊き。切ったネギに、お味噌、お醤油、お酢、生姜、ごま油、混ぜ混ぜ、混ざりません。あ、お砂糖忘れてた。ラカント小さじ1。すっかり忘れてたわ。ちょっと味見してみます。うん、グー、和風の味。卵焼きを作ります。めんどくさいからフライパンの中で溶いちゃいます。混ぜ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 。卵はよく焼きにしましょう。味付けは塩と胡椒。はい、完成。よー、うわー、美味しそう。鶏肉を取って、胸肉を薄く切っていきます。うわー、美味しそう。お焦げができてます。美味しそう。白だしのすっごいいい香りがする。お米を入れて、鶏胸肉、卵、味噌だれをかけて、わー、美味しそう。今日は冷凍ブロッコリーを使っちゃいます。完成しました。冷めたら蓋をして、冷凍のまま会社に持っていくときは保冷剤と一緒に持って行って、お昼になったら蓋をずらして蒸気を逃がして、500ワット3分ぐらい温めてね。いただきます。うん、